こんにちは、ベイジです。バイオハザードの続きをやっていきます。今回はもう館はもうやり尽くしたんで、中庭の地下みたいなところに行こうと思います。バッテリー持ってます。ワンちゃんがいっぱいいるんだよね。あ、ワンちゃんなら拳銃持ってきた方が良かったかな。まあ、いっか、どうせ倒さねえわ。倒した方がだいぶ楽になるとは思うけどね、あそこ。中庭で犬を放し飼いしてるからな。っていうか、中庭に限らず、外に犬を放し飼いにしすぎなんだよ、この館は。正面玄関とかもそうだもんね。でもさ、今ならさ、正面玄関にあんな犬っころがいっぱいいたところでさ、蹴散らして帰りゃいいじゃんね。行くのはね、まっすぐだよね。とりあえずは。どっから出てくる？ああ、オッケー、下だ。下の真ん中。まっすぐ行って、オッケー。あ！忘れ物した。最悪だ。クランク持ってきます。戻ってきました。とりあえずまっすぐね。これさ、歩いてたら気づかれないとかある？気づかれてないんじゃない？マジか。ここで何回か食われたけど、走るから悪かったのか。もうクランクのとこ？ここはとりあえず抜いてていいね。ヘビにだけは噛まれんといてください。それだけは勘弁してくれ。え、ちょっとそれだけはって言ってんのに、もうお腹押さえちゃったよ。アイテムボックスはすぐあるかな。でもここも走ると犬が。ここの犬も歩いてダメっぽい。よいしょ。ちょっとやめて、毒ってんだから。いや、かわいいやつめ。最初歩いたのが失敗か。やばい、死んじゃうな。ここにも犬いるしな。あー、やばい。こっちか。いや、戻った方が本当は。どこにいんのお前。非常にまずいね。ハーブなんて絶対落ちてないしね。何回も通った場所だから。毒で死ぬことはあるよね、きっと。もう突き進みますよ。毒で死ぬのが先か、アイテムボックスにたどり着くのが先か、はたまたブルーハーブを拾うか。最短距離で行こう。もう犬にビビってちゃダメ。こっち。もうビビらず。うい。邪魔だ、ボケ。えい、危ない。ケツつっかえてっから。ジルのでかいケツが。ケツすりむいてるよ。うわ、死ぬって本当に。勘弁してよ。真っ赤でしかも毒。やばいね。ブルーハーブくらいねえかな。
あ、アイテムボックスすぐあるんじゃなかった？ある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 。死ぬな、ジル。やり直したくないから。青緑はないと思う。あ、これやるか。初の三種超王。こんな色になるんだ。グリーンとブルーとレッドの3つのハーブを調合したものだけ。とんでもねえ色だな。よーし、これが最強の回復だからね。インクリボン、ここでセーブはねしたくないね。じゃあ行きますか。とりあえずこっちでいいはず。うん、あっちはクランクないといけない。ここなんもないよね。岩の下に血痕、これはもう動いた後の岩ね。ここにマガジンとかあったよね。あるね。あのソケットもまだ取んなくていいね。ここどうなってるかな。生存者がいたとこ。ジル、お前なのか。お、その声はエンリコ。エンリコ、まあ、生きてたのね。待て、お前一人だけなのか。ジル、疑ってない、でもどうして。スターズはもう終わりだ。あ、誰か裏切り者がいる。アンブレラにはめられたんだ。そっちじゃないだろ、普通。遅いって。裏切り者、誰の。でも今バリーを疑ってるからね、ジルは。クランクちょうだい。うわ、目閉じてやれ。六角クランクね。ここもう何もないね。じゃ銃とかもらえないの。彼は何を知っていたんだろうか。誰が裏切り者かまでは分かんなかったってことだよね。びっくりしたね今。そこのソケットはまず取らないで、これだけ取るか。あっちもなんか今光ってなかった？気のせい、気のせいか。あ、光ってる。マガジン2つ目。そんなハンドガンで倒すような敵がいねえじゃねえか。じゃあブルーハーブはあっちにある、あっちにある。雲が出るんだよね。うお、こいつまだ気づいてない。危ない。下手すりゃジルだったら一発じゃねえのか。あれ首切られて。ちょっとここ一回セーブしとっかな。ひよってちょっとここだけ動かしてから。ここか。よし。あ、ハーブも取ろうよ、それ。よし。じゃあ一回セーブします。オッケー、行きましょう。あの岩が転がってきて当たる可能性もあるからね。
あれ？バリー返して、解放射器バリー持ってたよね今ね。入ったー、よいしょ、楽勝。めっちゃ疲れてんな。あ、こっちにショットガンの弾とかあったような気がするな。でしょう。そう思って持ってこなかったわ。ここもない？え、ショットガンじゃねえや。火炎放射器。まずバリーが来てくれんのかな、じゃあ。ありえるよね。あ、ここじゃん、もう。やりますか。まあ、所詮雲だから。とか言ってるとこうなる。ただ後ろかなり回れんだよな。危ない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 。いや、子供落ちちゃったか。これナイフでしょ。でもちょっとかっこいいんだよな。いらねえけど。で、毒ってはいない。あ、ちょっと邪魔邪魔。ちょちょちょ、これどうすんの。落ちてないよな。え、明らかにバリーが持ってたよな。ちょっと待って、マップで、いや、ないよ。ここもう一回見よう。あ、ナイフか。おお、ナイフで切れるんだ。だからナイフ置いてあったの？そういうことかい。じゃあバリーこっから持ってったってことだよね、火炎放射器。つまりね。あ、地図ね。一応ブルーハブ持ってっか。必要ないけど。最悪食えばいいから。これ毒ってなくても食えるからね。ないじゃん。ね、なんで開いてんの？え？火炎放射器を置くとアクシステムじゃなかったこれ。違ったのか。そうだと思ってただけか。そっち行きたいんだよね。よいしょ。で、こっち側。あ、なんもないか。これは勇気を持って前に行くからね。あの岩が来たら。はい、今にも動きそうです。頑張れ。よし。これは行ききれないよ、さすがにね。ちょっとしか動いてないから。これ緊急スプレーかな。緊急スプレー。緊急スプレー使うのはさすがにもったいないわ。よし、ここはオールグリーン。ここのパズル、毒ってない状態でやると、あれだね。落ち着いてできていいね。よし。もう分
分かっちゃってるからね。パズルでも何でもないんだよね。戻さなくていいよね。回り込めばいいだけ。くるっ。ジル遊んでる場合じゃないでしょう。くるりんと。よいしょ。はい、くるりんと。これでここの距離感難しいんだよ。一発では入れらんないと思う。これくらい。どうだ、いけ、頑張れ頑張れ。おいっと、すごい。シリンダーね。アイテムあれだね、ちょうどだね。これでリサ・トレバーのとこに行けるのか。え、でもさ、この鍵が意味なくなってんのが何なんだろうね。壊れたってこと、鍵が。あれ、ガッチョンってやんないと開かない仕組みのはずなんだよ。開いちゃうんでしょ？開いちゃう。その仕組みが無効化されてるっていうのはなんか釈然としないよね。よし、いっぱい物もらったわ。おう、もう一枠空いたのか。シリンダーじゃない、クランクはもう使わないんじゃねえかな。こうでいいか。じゃあちょっと今日はここでセーブして終わりましょうかね。じゃあ次回、リサ・トレバーの方にね、行こうと思います。はい。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。